本日はここに決まりました。値段も書いてないんで分かんないんですけど、とりあえず入ってみたいと思います。明るいもんね。そう、明るいし人もいるし、うん、ちょっと行ってみますか。庶民的です。じゃあ突撃コーナー入ってみましょうか。行ってみましょう。突撃怖いっすね。怖いよ。怖いっすね。ここではですね、シェイクを飲んだら3つでなんと3000円ですよ。えらい高いシェイクになってしまいました。でも1品ずつぐらいだったらいくらの250ぐらいになるんでしょ。多分これが13元って言っちゃう。そういう意味なんですかね。じゃあ8だったら20かけて160円。だってどれもだってそうですね、バラバラでついてるで。ああそっか、番号で頼むわけじゃないもんね。あ、そっか、あれが75元ってことか。そう、それ超高級食品。あ、数字がそのお金の単位、8元、そういうことですね。交渉面は8元、160円。じゃあ頼みますか。頼みましょうか、適当に頼みましょうか。ストレスワン正面、はい、正面、ちょっと、やっぱテーブルトークにこれですよ、うん、いいこれ。でもうちょっと画質的なのもどんどん良くなっていけばもうこれ、この間編集した時に全然画質悪くないんですよ。そうなんですか。まあ、確かにこれ歪んではいるけど、歪みなんてぶっちゃけどうでもいいもんね。だって広げてもしょうがないもん、うん、綺麗ですよね。綺麗でバシッと音が、79まで撮ってないんですから、79までもうはっきり撮れる。レベルメーターがさ、あれレベルメーターが波形がすごいガッツリしてるから、上までパチッといきますよね。そうなんだ。これはちょっと面白いな。あんた優秀だね。優秀ですよね。これカズさんが頼むチャーハンなんですっごいうまそうに、はい、まだね、僕が第一号に来ました。パラパラですよ。はい、こちらがチャーハンでございます。まだね、もう少し皆さんの分も待ってみましょう。いや、食べて乾燥してくださいよ。食べて乾燥。今ちょっと謎のスープ、はい、いただきましょう。皆さんうまい。お、これ普通にうまいんじゃないですか。もしかしてこれうまい。お、スープやっぱ見つけましたよ。あ、見つけた。うまい、うまい。普通のチャーハンとどう違うんですか。ちょっと詳しい食レポは僕言葉が灯るっていう。うまいしか言えないです。中国のチャーハン、はい、中国はうまいです。うまいです。でもこれ本当にパラパラしてるし ね、 パラパラね。横浜の中華街とかで出てきそうなやつだ、普通に。ちょっと皆さん もうこれ使ってなんかいろんな特別濃いやつ、濃いの飲んで、明らかにこれだけ濃いんですよ。これだけ色濃いんですよ。コショウめっちゃ入ってるみたいな。なんか沈殿してるんです。こういう沈殿物ないですか。あ、それ鍋の底の方のやつなんですか。ラーメンスープ。あー、でもこれ本当に一番濃いとこ作っちゃったっていうだけですね、これ。ね、しょっぱい、しょっぱいです。しょっぱい、すごいしょっぱい感じ。あ、これ何スープだ。ラーメンっぽくないな。なんかちょっと何の味ですかね、これ。なんかちょっと薬膳的な感じも、うん、すごい匂いが、匂いがそういう匂いしますもん。そうそう、うん、薬膳的な感じがする。いや、僕のこちら来たよ、来た。うわー、うまそう。ただ牛肉ってだけ読めた。いただきます。ちょっといただいてみたいと思います。箸だからちょっと使いやすいね。あ、細麺タイプです。しかもストレート、絡まってます。あ、普通にうまいってよ。うまいですか。うまいやつですか。その日本で食べるラーメンの感じ、そのまま、そのまま。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょんちょんちょん。おー、牛肉、こっちも来た。もう、これもそこらしたね。どうしよう。これ麺が太いの、あの、きしめんみたい。あ、そう、で、パクチーも好きなんですよ、僕。久々に、どうしよう麺食います。どうぞ、カズさん、食べてみて。シーアのパクチー。あ、これもどんどん食べてください。
もうこれ使ってもうバサって、まあ、これいただこう。これちょっとうまいですよ、うまいです。さあチャーハンをいただきます。パクチーの味だな。パクチーの味だな。これね、塩気が足りないけど本当に日本のチャーハンだ。ちょっとお肉も、あ、どうぞどうぞ。焼肉っぽい、カルビ焼肉っぽい、うまいっすよ。うん、焼肉だ。焼肉です、本当に焼肉。ちょっと微妙だな。そっち？ちょっと微妙だな。え、そっち微妙なんですか？僕はいつも食ってた刀削麺の方がうまいっすね。うん、なんか味が薄い、うん、なんか塩気が足りない。うん、塩気足りない感じして、もっと塩入れたい。うん、こっちのチャーハンの方はこれ、ちょっともらっていいか。締めみたいな、締めみたいな感じします。いいお味をしてます。ちょっと塩パラパラっとすると多分日本人向きになるから。で、肉は完全にカルビア変更です。これね、全然食べれる。薄い。だけど、辛みがあるからごまかしてる。あ、チャーハン普通にうまいです。うん、これチャーハン普通にうまいですよ。うまいですよ。チャーハンこれ何ですか？10元。200円。安っ。安っ。今200円です、これチャーハン200円。安いでしょ。僕のはこれ300円。うん、これ160円です。値段相応だから。これきしめんっぽい。そうですね、めっちゃ汁が出るんだけど。味の調整線っていいですか？よくわからないです。あ、でもなんか味が本当に薄い。うまいじゃん。これは何かわからないです、味は。これ何？醤油？でも醤油って日本だもんね。これうまいじゃないですか。それ普通にうまいでしょ。普通に食えるんですよ。これ、でも、これ130元とかってそういうオチないですよね。お金ないよ。皿洗いします。完食でございますね。え、いくらだったんですか？600円ですね。はい、ごちそうさまでした。うまかったです。これで3人で33元だったんで、約600円ぐらいですか。いや、安いね。まだ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 これ1万円旅ちょっとギリギリ飲むかなと思ったら、結構余り余りの旅になっちゃうかもしれないですね。これからね、もうちょっと中国を回ってみたいと思います。はい、赤信号でも平気で人は渡ってくるんですけど、車も止まる気がないのでズバーッと突っ込んできます。これでも事故が起きないのが不思議だよね。さあ、この辺まで歩いてくるとちょっとほら中国っぽい感じ、露店も出てるし、いろんなものが売ってるという形になっております。ここね、駅からね5分ぐらいかな、歩いてそのぐらいのところにある、なんだろう、近代的な建物とそれから昔ながらのものと混在してるような感じですね。あ、ここは何ですかね、焼肉屋さんですかね。焼肉屋っぽいような感じですね。流行ってます。おー、魚。おー、うわ、何あれ、何あれ、なんか捕まえてるぞ。おー、おー、めっちゃ得意用な顔でドヤーっていう顔ですよね。あ、待ってる人はあのあれを、これどうだよ、これも今料理してやるでっていう感じですか。オッケー、じゃあよろしくね。これ何、ナマズ、なんだろう、ナマズっぽいっすね。ナマズっぽいっすよね。ナマズ、うわ、これを全部一匹丸々料理してくれて、で、あれでしょ、量り売りになってるわけでしょ、これ。あれってバイト募集？あれバイト募集ですね、多分。乗り継ぎでたまたま降りたこの上海町をね、ちょっと歩いてきました。ボーンという音がしてたんで、なんかちょっと臭いもんだって。何がというですね、中国上海からお送りしました。いや、ここね結構面白い、楽しめる街です。さあ、空港に戻ってきました。ということで中国上海1万円の旅、見事にお金余ってしまいました。交通費しか使わなかったので、遊ぶにはね
かなり満喫して楽しめる場所なんではないでしょうか。ということで、これから僕らはドイツに向かってみたいと思います。ではまた。上海を後にする前に、飛行機待ちの時間の間にですね、まあ1万円使い切ってないし、ちょっとコーヒーでも飲もうかと、お茶しようよということで入ったんですけど、さっき上海で食事した時は3人で約33元約600円のお食事を腹いっぱい食ってきたんですけど、ここではですねシェイク飲んだら3つでなんと3000円ですよ。えらい高いシェイクになってしまいました。だからね、みんなね、あのシェイク飲んでもね、コメントがきついんだよね。辛いというね。せいでこれかよみたいな。そうそう、そこから考えちゃうとね、いけないですよね。これで、メニューにね、日本語が書いてあるんですよ。だから、どう考えてもね、これ、日本科学です。先ほど食べたようなものが、凄まじい5倍近い値段につけていますね。なので、空港で食べずに、表出ちゃってください。僕が食べた刀削麺が8元でしたよ。8元でしたよね。8元で160円でお腹いっぱい。こっちだとそういう品物は59元とか普通に書いてあるんですけど、そういうのはございません。失礼します。あ、ありがとうございます。さあ残りがあと22元。こんなことになると上海の街中だと使い切るの大変かなと思ったけど、空港なら楽勝ですね。びっくりしたな。一瞬ですね。なんかあんまり皆さん進んでませんよ。どうしたんですか、シェイクが。いや、もう、なんかちょっと特別な味がするんですよ、これ。ちょっと悲しいですね。で、だって練乳味とマックシェイク味でしょ。マックシェイク味ですね。秋葉さんまだ飲んでないですか。僕コーヒー味ですからね。1000円のコーヒーですよ。1000円ですよ、これ。1000円。マックシェイクとかでも200円とかですか。それがもう5倍の味がするはずですよ。あ、これキャラメルコーヒー、キャラメルの味がする。あ、ちょっと一番いいやつ引いたんじゃないですか、これ、うん、これ大人のシェイク味で1000円の価値はないと思います。厳しい厳しい。1000円はないっすよね。1000円はない、うん、空港では絶対飲んでダメよ。これから僕らドイツ行きますから。ではまた。